福岡市立博多中学校は、福岡県福岡市博多靴島工事に位置する公立の中学校。ドーナツ化現象で博多地区の人口が減少したことにより、1983年に博多第一中学校と博多第二中学校が一つに統合され開校。交渉は一中と二中の交渉を合わせたデザインを採用。博多の伝統と心を受け継ぎ、 世界に羽ばたく生徒の育成を教育目標とし、地、人し、イサムを公君とする。地は、切磋琢磨し豊かな知性を身につけること。人しは、礼節をもんじ優しさと思いやりの心を持つこと。そして、イサムは健康で、勇気とたくましく生きる力を持つことを意味する。また同一の広くである、博多省と共に、博多の心を受け継ぎ、21世紀に、 夢や希望を抱きながら生きる子供の育成も教育目標に掲げる。1965年に博多市中で始まった立志式は元服模擬の年齢にちなんで2年生全員が参加する行事。自分の将来についての作文を書き、冊子、立志録としてまとめ、代表として数名が壇上で発表する。これは橋本さないの啓発録に由来する。 春季に行われる運動会では、総合学習時間を利用して制作した、博多祇園山笠の柿山笠を生徒たちが書いて、タイムを競うプログラムが組まれている。制作には、地域の府警会、葉っぱの会が協力している。また、2008年からは、追山の当日などを休校とし、生徒や教職員が山笠の行事に参加。各流に加わらない生徒らも、 市民ボランティアとして協力する。週期の修学旅行では沖縄を訪れ判別で民泊をする。また周期には福岡市民センターで合唱コンクールが行われ、合唱コンクールの後には 30km の道を歩いて滋賀島まで行く 30km 鍛錬遠足も行われる。ありがとうございます。